こんにちは、青木吹きです。今日は2024年10月20日に蒼月ホールにおいて青木吹きリサイタルを、行いますけれども、そこにゲストとして迎える柴田康孝さんをお迎えして、少しお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。柴田康孝です。この度は貴重なスペシャルコンサートにお声掛けいただきましてありがとうございます。こちらこそ光栄です。ありがとうございます。今回のリサイタルは愛することは歌うことというテーマで、私にとって人生歌うことが生きてること、愛することというテーマで生きてますので、ぴったりのタイトルなんです。そして、内容としては一部になんとバルバラのコーナーということでバルバラの曲をお届けします。そしてその中で、デュエットで歌われているバルバラの歌っていうのはほとんど聞いたことないんですが、メリークリスマスという素敵なタイトル、それを、デュエットで歌うことになりました。そしてこの柴田康孝さんをお迎えしてデュエットをしていただきます。私にしたら初めての曲だし、皆様もあまりお耳なじみないと思うんですね。とてもハートフルで、なんか若い時の恋を思い出すようなメロディーラインと歌詞がとても素敵です。僕はまだ楽譜をいただいただけなんですけども、青木さんはこのメリークリスマス、どのように感じていらっしゃいますか？今もちょっと申し上げたんですけど、淡い初恋の頃というかな、18区に私は初めて恋をしたんですが、その回想シーンがブワーッと出てきたんですね。若い時って恋をすると夢中になる、でも訳がある歌なんですね。それは会場に来て皆様に詩を聴いてもらって楽しんでいただきたいと思うんですけど、バルバラっぽくないんですよ、メロディーラインが。それも意外だったし、なんか新鮮な淡い男女のこう純粋な新鮮な気持ちを思いました。僕もバルバラの曲ってもうすごく、フランス本国ではもちろんですけども、日本のシャンソン界でもすごく歌われてるじゃないですか。なのでこういろんな資料が YouTube ですとか、いろんなこう CD ですとか音源として残っているんですけど、このメリークリスマスって、デュエットだと初ですよね。そうですね、日本で初だと思います。プロデューサーはそう言ってます。なのでなんかこう既存の音源がないので、なんか青木さんと僕とでなんかこう作り上げていくみたいな、そういう気持ちでこのメリークリスマス歌いたいなと思ってます。嬉しいです、とってもきっと聴く人も新鮮さを感じてね、